皆さんこんにちは、キャミになりたい柴さんです。私これから巻きで動画を撮っていきますよ。なぜなら理由はですね、今ね東京ノービスボディービル選手権がね、70キロ級がやっておりますね。私75キロ級が見たいわけなんですよ。なので、ね、さっさと動画をね早く撮ってね、動画を見に行きたいと思ってます。みんなに関係なくてごめんね。はい、今日はエボちゃんを入院させましたよっていうお話なんですけれども、サイクリングに行けないというか緊急事態宣言が出まして、まあ、千葉はね関係ないんですけれども、まあ、一応私勝手に個人で自粛しておりまして、その期間の間に修理出そうかなと思って出してきたんですよ今日。はい、でまあいろいろ問題の箇所とか、あとは皆さんが言ってたね、キーキーなる原因とか、まあいろいろ聞いてみて、まあちょっと多分、まあ確かにおっしゃる通りきついのかもしれないねみたいな、ワイヤーがきついのかもしれないねみたいな話とか、まあいろいろ店員さんにしていただきまして、修理お願いすることができました。ただエボちゃん帰ってくるのが5月の終わりになるので、それまでの間のサイクリング動画がクロスバイクのリミコちゃんとの動画となっております。それでも皆さん見てくれますか？見てくれますよね。もちろんだよね。見てくれますよね。はい。ということでですね、めちゃめちゃ早口で自分でも何言ってるかわからないんですけど、まあ、とりあえずエボちゃんを、今日修理に出しました。修理に出したので、帰ってくるのが5月の終わりになります。そしてその間、クロスバイクでのサイクリングの動画の投稿となるよっていうのを今日は皆さんに伝えたいと思います。で、後ほど、今回ね、いろいろパーツとかもちょっと変えてみたので、まあ、その辺の話もね、エボちゃんが帰ってきたら皆さんにお届けしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、早口でごめんなさい。私はこれからね、東京のミス、本当ボディービルの選手権見に行くから、見に行くっていうか YouTube でなんだけど、見なきゃいけないから、もうとりあえずね、動画をここで終わりにして、私は楽しみたいと思う。皆さんも良いね、ゴールデンウィークをお過ごしください。